ジュール・ミシュレは、フランス海軍の装甲巡洋艦。本艦は、レオン・ガンベッタ級の改良型として1902年年度計画で、整備された艦で設計は、名造戦士艦、エミール・ベルタン。主砲を、新型の1902年型19.4センチメートル速射砲に、更新し、機関を新型に変えて、速力23ノットの高速艦として設計されたが、代償として、 複方の1 6 3トル法の門数が全球の16門から12門に減少したのが特徴である。なお、官名は歴史家のジュール・ミシュレにちなむ。本艦の並走配置を示した三考図。図は次級のエルネストル南級のものだが、並走配置は同じ。船体形状は前型と同じく高い関連を持つ、朝鮮首脳型船体で外用でのしのげのみ性は、 良好であった。監視から前向きに19.4センチメートル連装手法等一機を配置、環境構造は全球よりやや低い箱型とし、その上に初期のものより簡素化されたミリタリーマストが立つ。ミリタリーマストのチューブに単小灯台が配置された見張り書を持つ。環境の背後に4本の煙突が立っているが、 この頃のフランス大型艦は、ボイラー室を前後に振り分けた艦室分離配置を取っているために、煙突の2番煙突と3番煙突の間は広く取られており、間に四角形の通風塔が立っている。煙突の周囲は関西堤置き場となっており、1番煙突の2番煙突の両側に関西堤用の洋臭クレーンとしてと、グースネック型クレーンが一番煙突と二番煙突の間に、 左右一機ずつと二番煙突と三番煙突の間の左右二機ずつで計四機で運用された。四番煙突から後ろに箱型の後部環境を基部とする簡便な短脚式のミズンが立ち、後部乾板上に後ろ向き十九点四センチメートル連装主方向一気が乗る。副砲は十六点三センチメートル副砲十二門の内八気が単装式砲塔に収められ、 原則甲板上に等間隔に片弦4機ずつ計8機が配置され、残りは原則計スメート配置で前後の環境の両脇に片弦2機ずつ計4機が配置された。この武装配置により前後方向に最大で 19.4cm 砲2門と 16.3cm 砲6門が試行でき、 左右減速方向に 19.4cm 方4問と 16.3cm 方6問が、試行できた。ありがとうございます。